ショップへようこそ。今日は折りたたみハンガースタンドを作っていきます。レシピ通りに材料があるかどうか確認してください。はい、それでは、ハンガー部分を作っていきます。900のパイプに J の 118mm を4つまず通してください。通しましたらパイプの端から79のところにマークをつけます。マークをつけましたら両端の 118mm の端ですね、端をマークと合わせます。合わせましたら 118mm を接着します。内側2つの 118mm はフリーにしておいてください。はい、次にキャップジョイントをつけます。先ほどの900のパイプの両端に J の49をはめ込んで接着します。はい、次に足部の組み立てをします。まずは足のパイプの端から144のところにマークをつけます。これを4本ともマークをつけてください。マークをつけましたらそれぞれの足に 118mm を1つ差し込みます。マークをつけたところに 118mm の端を合わせます。合わせましたら 118mm の接着をしていきます。はい、次に、足部の足キャップをつけていきます。はい、次に450のパイプに J の 59C を取り付けていきます。この時に注意してほしいのは J の 59C の切り欠き部分を同じ方向に向けてください。はい、次に、外枠を作っていきます。差し込みましたら接着剤を流して固定します。はい、次に内側の枠を作っていきます。内側の枠は
118B が稼働している側になりますので、作った際に間違って接着をしないように気をつけてください。はい、次にグレード目のジョイント GM131 をつけていきます。先ほど枠を組み立てた 118mm の内側に 131mm をはめてください。はめましたらビスで固定します。はい、最後に開き止めのパイプを取り付けます。ここで気をつけてほしいのは、誤って接着をしてしまいますと開いたままになりますので、ここははめ込むだけにしてください。はい、完成です。収納する場合は先ほどのパイプを外して折りたたんで収納しましょう。